はい、こんにちは、ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はトランスフォーマーとバックトゥーザフューチャーのコラボいきたいと思います。はい、こちらね、2020年にタカラトミーモールで買ったんですけど、その時はね35周年で、そっから早2年で、まあ今年でね37周年ということで、はい、今更ながらね行きたいなと思いますけども、まあちょうどね今テレビでもバックトゥーザフューチャーやってるんですけど、いや何度見てもこれはね楽しいですよね、本当に。まあ、これ発売した時もテレビでね、まあ、連続でやってたんですけど、その時ね子供と見て、子供もねドハマりしてて、これがね1985年の映画作品だから、うん、いやもうほんと37年前の映画とは思えないぐらいのね、なんだろう、未来予測というか、その当時を思い描く未来っていうのが、うん、これほんとねこの映画自体初めて見てなんか感動した映画で、何度見ても飽きない、もう毎回ワクワクしてるっていう、そんな映画ですね。まあ、このデロリアンのこの後ろ姿、はい、はい、スペックはねこのようになってます。ちょっと赤いフィルターかけてみようか、これでわかるかな、うん、まあ、ここら辺の絵柄もねバックトゥーザフューチャーにちなんだものになってますけれども、はい、で元々これ海外で出てたのかな、なんかパッケージになんか上からねシールが貼ってある形なんですけれども、うん、はい、まあ、日本国内で販売されたものになります。はい、それでは見ていきましょう。はい、インナーはこのようになってて、まあ、箱の中のね、台紙はこのような、はい、デロリアンのね、はい、イラストが書いてあって、まあ、1.21GW。うん、これね、吹き替え版でよく見てるんですけれども、その 1.21GW。GW っていう言葉がね、出てます。これってなんか脚本の段階でミスったやつをそのまま採用したとか、なんかそんな話があるんですけれどもね。はい、あとはね、取説なんですけれども、まあ、話的にはね、まあ、時空間移動、まあ、タイムスリップするには 1.21GW の電力が必要ということで、まあ、未来から過去に行くときはプルトニウムで行ったんですよね。そう。で、その過去から未来に戻るときがプルトニウムなんてものはないから、まあ、落雷のエネルギーを利用して帰ろうっていうことで、まあ、それでね、いろいろ奮闘するんですが、まあ、このポール、トロリポール、これがね、非常に重要。てなわけで、まずはね、ビークルモードから見ていきましょう。はい、ギガワットデロリアンのね、ビークルモードです。転がし走行可能。そして付属のね、トロリーポール。これがね、めちゃくちゃ大事なパーツ。車両後方の穴にね、セットすれば完了なんですが、はい、こういう形状になるんですけれども、まあ、ちょうどね、まあ、時速140キロ到達した段階で、こっからね、電力、雷の電力供給して一気に元の時代に帰るっていう、まあ、そんなお話なんですけれども、いやもうほんとね、このなんだろうね、雷が落ちるよって時、そう、このポールをね、刺して、で、そっからもう帰るまでのね、数分間がもう目が離せない。何回見てもやっぱりもうハラハラドキドキする。うん、エンジンかからなかったり、まあ、そこからケーブルがね外れたりとかもうねトラブルこれでもかっていうぐらい連発して、いやこれはね本当に面白い。まあ、そして1だったらね、まあ、ラストに登場するホバーモード、そうこれも再現できます。そうタイヤを畳んで外に出す。はい、そしてね、後輪はこのようになって、そう、これでホバーモード。で、これがね、1985年、37年前の映画で、そう、このように変形して、まあ、道路は必要ないよって、もともとね、道路で140キロ出すんですけど、そう、このままね、飛んでって、ブワーッつって終わるのが、ワンのラストなんですよ。そう、これが再現できるっていうのはすごいし、その当時ね、その思い描く未来像っていうのはね、本当にすごくてね、本当もうこれはねいい名作です。はい、で付属の武器なんですけど、ここはね外せます。でこの外したパーツは何なのかっていうのは、デロリアンのこの後ろに、はい、セットする、これもね非常に貴重なパーツです。うん、これは何なのかっていうのは、まあ当時はその電気で、あとはプルトニウムに続いて、まあ、未来から来たデロリアンはこれ生ゴミ入れるんですよね。そう、生ゴミがそのままね、そうエネルギーになるっていうので、これも本当にね、まあ、未来では生ゴミもこういう風な燃料化するんだっていうね、未来予想図というか未来想像すげえなと思いました。はい、そしてねこの外した武器なんですけれども、このボンネットの裏側にそうマウントできるところがあるので、これでセット可能です。はい、いやなんだろうね、これ本当ね、本当コラボだけあって、そのなんだろう、劇中再現もできるし、
ね、かゆいところに手が届くというか、まあ、この顔自体も、はい、博士の毒、そう、これの、ね、顔をイメージしてるみたいです。はい、それではね、デロリアン、ギガワットにね、ロボットモード変形させたいと思います。はい、まずはね、ゴミ処理機を取ります。で、続いてね、裏のパネル、はい、これを展開して、マウントした武器、これをね、取り外します。で、続いて、ドア、これを展開して、はい、もうこの時点でかっこいいよね。はい、で、この後ろ部分を展開、展開したら、ここをね、回転させて足分割、はい、で、このね、ブースターというのかな、まあ、ここの部分を押します。で、押すことによってちょっとね、つま先パーツが出てくるので、そのまま起こしてカバーを閉じます。これで足の完成。はい、続いてね、上半身なんですけれども、ここのね、ピンを外します。外して後ろに、で、反対側、はい、ここもね、外して後ろに。で、前輪なんですけれども、ここね、倒して内側に折り込む。はい、で、この状態でね、ボンネット、倒すんですけども、ちょっとここね、頭当たりやすいんですけど、頭にね、当たらないようにして、このね、ボンネットの上のこのパネル、この部分を回転させます。はい、そうすると次元転移装置が出てきます。で、このまま下ろすんですけれども、その前にね、腕を展開、腕を展開して、ここの突起、ここの突起と、ここを合わせる。で、止めて腕ね、そう、拳を出して腕を伸ばす。で、拳を出して腕を伸ばす。はい、で、今度はね、ここの、突起、ここの突起と、ここにね、溝があるので、これを合わせて止める。で、反対側も止める。で、ゴミ処理機と銃を再びね、セットさせて持たせます。で、ポールは腕にも装着可能。これでギガワットの完成です。はい、ギガワット完成です。まあ、こういったね、トランスフォーマーと映画のコラボってすごく嬉しいですよね。そう、この顔はね、もう本当、あの、博士の毒の、そう、顔をイメージしてて、まあ、胸にはね、次元転移装置、そしてここに書いてあるのが、そう、タイムスリップする時の設定する年代の、うん、インパネなんですよね。それをそのままここに来てるっていうのがね、すごくおしゃれ。はい、で、銃、ゴミ処理機能、月、ゴミ処理機能なのかな。はい、で、ポールがあるので、ここから電気を取ったり、うん、発射したりするのかな。で、後ろ、はい、腕の可動は、肘で、あと手首が、まあ、これ変形機構のね、兼ね合いでちょっと動いたり、で、あとは、肩、回転が可能で、腰で、足ですね。はい、本当ね、こういうメカメカしいやつってすごく好き。で、今ね、ちょっとポールがね、ポロッと取れたんですけど、まあ、肩にもジョイントがあるので、肩にもね、セットは、はい、可能。まあ、戻しながらね、雑談していきたいんですけれども、いや、もう本当ね、この映画はね、本当定期的に見たくなる映画。そう。ここね、ロックを外します。で、ここですね。そう、まずね、何よりもね、やっぱ好きなシーンっていうのが、その、なんだろう。そう、タイムスリップしたのを信じてほしくていろんなことを言うんですけど、そう、博士がね、トイレで転んで傷つくって、扉がガチャって開いて出てきた時のあの表情、あれが好きですよね。うん、まあ、あとはね、まあ、中盤終盤からのね、あの、なんだろう、写真から、そう、うっすらと消えてっちゃうシーンとかね、パーティーでのジョニー・ビー・グッド、あれ演奏した時のね、なんだろう、にやけ。で、あと、やりすぎた時の、あっちゃーって感じ。そう、何回見てもね、あれはある。そう、そう、ジョニー・ビー・グッド弾いて、すごい盛り上がってるんだけど、なんだろうね、バックでね、演奏してる人たちも、え?みたいな顔してんだけど、だんだんね、にこやかになってノリノリでね、演奏していくシーン。あれがすごい好きなんだけど、
でそっからちょっとやりすぎちゃってあちゃーってやつねああいうシーンも好きだし、まあ、あとは本当あれですよね、ちょっとした行動一つとってもそう未来に影響しちゃうんだなっていうお話があるんで、あんま詳しいことちょっとね言っちゃうとあれなんで、そうただね、まあ、この映画に関してはすごく、何度見ても飽きないからね、これ好きです、まあ、ちょうどね、でもこれ本当ね、人気作なんで、もう定期的にね、あのテレビ放映、するからね、全然嬉しいです。まあ、あとはね、そのちょっと前にもね、あのアマゾンプライムでも見てたんですけど、今ね1回100円で見れるんで、いい時代だなっていう感じはします。はい、ここまでで OK で、パネルを閉じる。で扉ね、あとこれだ、はい、そう、こういう細かいところがあれなんだよね、そう、緩まないためのピンなんで、これ元は何だろうね、なんか他のサイバトロン戦士のリデコかなんかなのかな、そう、トランスフォーマーもね、本当にパッと見て、お、これはって思ったやつしか買ってないんで、そう、全然疎いのですいません。よし、来た。はい、で、あとはゴミ処理機、ゴミ処理機とね、このポールは同時にはね意味ないんですけど、はい、両方つけましょうか。はい、はい、そんなわけでね、今回の動画はトランスフォーマーバックトゥーザフューチャーの35周年記念コラボ、まあ2年前なんですけどね、今は37年経っちゃいましたけど、はい、こちらのね、ギガワットでした。いや、バックトゥーザフューチャーいいよ、ちょうど今これ撮影してる版に2がやのか、なので非常に楽しみです。そんなわけで以上、ご視聴ありがとうございました。で、あとはね、 TF 続きで、そう、6月末にね、こちらの、はい、トレインボットの正規届いてますのでね、こちらも動画はアップしますので、よろしくお願いいたします。そんなわけで、ご視聴ありがとうございました。ジゴワットでした。